質問もらってたんですけど、全部答えようと思ったら答えるのがここで答えようかなって思います。何でも聞いてください。ローソンのジャスミンティーです。何でもいいです。彼氏いません。歯が綺麗初めて褒められました。ありがとう。歯だけはね、綺麗かもしれない。虫歯一回もできたことないし、歯医者に通ったことないです。ジャスミン、今週何キロくらい走りますか？横断歩道を5メートルぐらいしかしたことないです。最近は全然走ってない。はい、斉藤健太郎で認知しました走る姿が見たいです。走ろうかな。腹筋、なっちゃん、なっちゃんなっちゃん大好き。お仕事大変です。ずっと大学生が良かったなって思います。社会人ってこんなにみんなすごいんだって思って。そりゃみんなお酒も飲むよなって感じですね。飲んでないんだよね。コメントで質問した方がいいんですか？うん、ここでしていただ、ここでしていただければ答えます。ミキ先輩と写真撮りたい。ミキもサゴちゃんと撮りたいな。どこ行ったらサゴちゃんに会えるの？会いましょう。好きなスポーツブランド、もう全然ずっと私はミズノしかって感じでした。スパイクは絶対ミズノのオーダーのやつ履いてて、まあ、可愛くはないかもしれないけど一番履きやすくて、うん、速く走れる気がしましたね。水野は本気なら水野。ありがとうございます。さこちゃん、千駄ヶ谷においで渋谷にいます。大学来てください。今大学に行ったら入れるのかな。ね、結婚するというゴールデン面白い全然あの東京に住んでるのでそこら辺にいると思います。私ミキティの腹筋のファン、腹筋なかったらファンじゃなくなっちゃうのかな。寂しいな、それは。ひどい。頑張って、頑張ります。好きな人に話しかけられません。どうしたらいいと思いますか？かわいい今はもうインスタとかあるし DM でいいんじゃないですか。その子のストーリーを確かめて、何が趣味とか見て、その、興味がありそうな話題を振ってお話しするでいきましょう。直接話せないなら、でも直接話すのが一番いいと思います。いつからブリンクなんですか？大学入ってからかな。1か2くらい。私は体育学部、体育学科でした。ゴリゴリの日体制、日体大って言ったら日本体育大学、体育学部、体育学科じゃないと日体じゃないです体って言うんですけど、体育学部、体育学科のことは体体って言うんですけど、そこの人たちがアスリートが多くて、他のとこの学部は普通の一般人の方もいましたね。アスリートが多いのは体育学部、体育学科でした。みーちゃん、いつか飲みに行きましょう。一緒に行こう自宅じゃないです。行く、競技会行きます。会いに行く。
引退コール好きです。実はあれ卒業式の日に日体コール参加しました。アメフト部のうんってやつ、日体大日体大日体大うんってやつに参加してきました。楽しかった。なんでそんなに甘いもの食べれるんですか。甘いものが好きだからです。逆になんで甘いもの食べれない人になりたかったです。エイサーじゃなくてエッサッサね。初見です、ありがとう。クロスカントリー好きしてるんですけど応援コメントお願い、頑張ってください。あれすっごいきついやつだ、知ってる、こういうやつ、頑張ってください。エッサッサ、エッサッサって日体大ですよ。そうです、エッサッサしてください。あれはできない。あれをちゃんと習得する授業も日体大あるんですよ。バカですよね。武蔵野競技場行きました。吉祥寺から近かった気がする。マラソン長いのはあんまりやったことないから、でもやってみたいなと思います。教えてほしい。これからモデルとかタレントの仕事の方面に行くこと考えてないです。そんな恐れはいいです。歌うの好きです。好きな人欲しい。いる？いるかな。友達が大好きです。わかります。友達がいれば幸せじゃないですか。陸上はたくさん食べるべきか体重気にするべきか、どちらが重要ですか。どっちも大事だと思います。ただ体重を気にして食事制限するっていうよりは体脂肪の方とか BMI とかそっちを意識して食生活を正した方がいいんじゃないかなと思います。前歯が取れたんですけどくっつけてもらえませんか。どうやってくっつけよう。痛いね。タムジョーとコラボ、タムジョーコラボお待ちしてます。タムジョーに届け、タムジョーにお願いしてください。シラーメン今度行きたいな。でも行ったところでじゃない、私が行ったところで何しに来たってなるから行けないよ。好きなスイーツ生クリームです。1週間後陽気です。頑張ってください。今何してますか。千駄ヶ谷っていう駅の近くだから競技場がすぐそこにあります。国立競技場がそこで、そこの近くにいます。遅刻する人どうも。私も今日友達との待ち合わせ遅刻しました。でもなんか今日はやらなきゃいけないお仕事があったから申し訳ないけどしょうがなかった。ごめんなさい。でも謝らない人いますよね、遅刻しても。あれはよくわかんない。スパイクは何派。水野です。水野のオーダーのやつです。なんで高志辞めたの。どういうこと。呼び捨て。ショートにしてみたいと思ったことはないけどこれぐらいにしてみたいって思ってます。今切ってみたいなって。どうかな。埼玉の神尾競技場行ったことないです。市民ランナーです。マラソン大会にゲストで来ていただきたいです。ぜひ行ってみたい。呼んでください。マラソン業界の方お待ちしてます。日本選手権800決勝行きました。本当ですか。見に来てくれたの本当かな。見ましたか私のこと。嬉しい嬉しい。これあれかな、リクエストみたいな、ライブ配信、ライブのリクエストとか受けてみようかな。嫌かな。嫌だったらごめんなさい。ナイキは履かなかった。ナイキ可愛いですよね、ウェアとかも。なんかスパイク1回履いたんですけど薄くて、まあ、裸足感覚なのがいいのかな。でもあんまり薄すぎて履いてる感覚がなくてよく私にはよく分かんなかったです。ちょっとソールが厚めでなんかある程度あって反発をちゃんともらえる方が私は速く走れる気がします。
明日関東大会3勝あるので応援お願いします。頑張ってね。今関東大会中だよね。頑張れ。3勝すごい。声高いかな。おすすめの乱収、可愛さ重視で選んでました。ごめんなさい。お仕事どうですか、さあこちゃん。つらい。楽しいけど学生が一番いいなって思いました。パティシエしてるんだ。お店行きたい、教えてください。インスタ載せるから行かせてほしい。800のレースで意識していること、何も意識しないことです。何も考えないことを意識してます。 DM 基本見てます、全部見てます。嫌な質問もたまにあるけど全部見てますよ。毎日皆さんの DM で勇気づけられて励まされて生きてます。いつもありがとうございます。ありがとう。スタガヤ校舎ありますよ。まだ食べ物の写真も投稿していいの？していいならいっぱいします。食べ物しか出てこないと思うな。でも走ってる時の意識って何してますか？練習の時はジョグとかだったらフォームを意識して自分の理想のフォームに近づけるようにこうしようとか意識してました。で実際にポイント練習とかで頑張って走んなきゃいけない時はほぼ何も考えなかったです。わあ、こんばんは。こんばんは、見に来てくれてありがとうございます。ゆきのちゃん県大会優勝しました、おめでとうございます。おめでとう。もうライブ嬉しすぎるって言ってくれるのが嬉しすぎる。勇気出ないから本当にこんなにたくさんの人が来てくれるだけでまたライブしようって思えます。ありがとうございます。明日北関東ハイジャン出るんで応援お願いします。もちろん応援してます。頑張れ。来週県大会です、応援してください。頑張れ。県大会中学生高校生どうだろう。どういうお仕事してるんですか？ヨガのインストラクターやってます。毎月陸上競技マガジンに連載されていて1年間載ってるので見てみてください。ぜひ。800勝負しない、勉強しろって言ってほしいです。勉強しろ。勉強しろしてください。これからも DM で勇気づけます。ありがとう。私もそれに応えれるように皆さんになんか恩返しできるようにしたいなって思います。そのために投稿も頑張りたいなって思ってますね。学生がいい気持ち本当にわかる。もう大学4年間あっという間だったけどあれが一番楽しかった。一番陸上も充実していてたくさんの人に認知していただけてたくさんの人に応援していただけてたくさんの人に勇気いただいて一番充実した4年間でした。皆さんのおかげでありがとうございます。故障して走れない時はどんな気持ちで練習しますか？疲労骨折、私は怪我全然しなかったんですけど疲労骨折をしたことがあってその時は全然全く走れなかったんですけどバイク漕いだりしてました。補強とか普段はできないことをいっぱい頑張って絶対この人たちよりも上行くぞって気持ちで走ってました。走ってましたじゃない、補強してました。そう、ツイッターでフォロワーがいいねをしていて投稿の写真を見て惚れました。 ありがとうございます。イエーイ、やった、みんないいねしてくれてありがとうございます。スタバス飲んでないです。1000のベスト、いつだ、2分50なんとかです。ポニーテールとかしてほしいな。いつもしてますよ。キュンですわ、キュンですわ。ライブ定期的にやってよ。みんな来てくれますか？来てくれるならやる。ポニーテールしようかな。
あれ？おもない。いっぱいハートが来てる。ありがとう。ポニーテールにしました。ぐちゃぐちゃだけどポニーテールにしたよ。着ぐるみインウィンターさん。スパイクは水野のなんだオーダーのやつの中距離用みたいな、ミドル用みたいなやつです。夜中じゃなくてこの時間の配信多め希望です。ごめんなさい、ね、夜中だったら誰も来ないかなと思って、夜中だったら勇気出るんだけど、この時間はいっぱい来ちゃうかなって思ってちょっと緊張してます今。ありがとう、みんなさんありがとう。いっぱいコメント。長距離も得意じゃないかな、苦手ではないけど。800のレースの時に600までよくて残り200うまく走れません。そりゃあそう、みんなそうですよ。600まで、600までうまく走るのはみんな多分走れて、そっからの練習ですよね。練習で単純にそこに強くなるための練習をすれば逆に800走れるようになると思います。頑張ってください。200、残りの200が辛いですよね。メイン800で 4K と100もやってます。応援してください。頑張ってください。きついねそれ。不思議なとこ出ないですかもしれないです。全日本大学駅伝出場決まりました。ありがとうございます。今来ましたか。ありがとう。兄弟と仲いい、弟と妹がいます。普通喧嘩もしないし、そう。明日トーイック行けます。頑張ってください。応援してます。勉強しましょう。もうしてるか、ごめんなさい。と頑張ってください。なんて呼んでほしいですか。ミキティって呼ばれてます。リップはエフェクトかな、多分リップエフェクトでもついてる。何かつけてるかな。今はこれつけてます。ディオール、かわいい。ディオールアディクトステラーグロス874シャイニーリップグロスみたいなやつ、かわいい。ディオールは見た目がかわいい。下にケイトのリップモンスター、噂の06番 YouTuber っぽ漫画とか読まない。ミッキーのストレス発散方法は皆さんの DM を読むことです。元気もらってます。あと生クリームを食べること。インターハイ行けなかった、きついよね。お疲れ様でした。でもインターハイまで頑張ったことが素晴らしいって本当やめてから思います。結果重視だったけどその過程がすごい素晴らしいって本当に今ならそう思います。2杯ブーツめっちゃ似合ってました。ありがとう。元気してますよ。ポニーテールしてくれたの嬉しい。嬉しい。しましたよ。リクエストなどあれば。インクス入ったこと、なんか間違えて黒のインクスみたいなやつ買っちゃったことあって、短距離用のやつ一回履いて、これ違うって思って、今押し入れの奥底にあります。押し入れじゃない、クローゼットの奥にあります。誰かいりますか。太らない方法を知りたい。わかる。神対応じゃないです。皆さんが優しすぎるだけ。緊張することないよ。ありがとう。夜中のライブやってやります。聞きながら寝れちゃう。もう8時半ってもう寝る時間早っ。みんなお疲れ様です。初ライブです。ありがとうありがとうございます。お仕事本当にお疲れ様です。ありがとうございます。皆さんもいつもお疲れ様です。私もう大したことしないので。ベストを出した時の気持ちはホッとしますね。嬉しいけど一番はあ、よかったってホッとします。あ、またもっと早く走らなきゃとも思いますね。
ヤンパーは10代目まで足が合いました。もう1代目から合わなかったです。全然わかんない。合うとかもわからない。ちょこ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 してた。ヨンパーしてたこと知ってくれてるのが嬉しい。ありがとうございます。私の優しさは父親譲りですか。全然優しくない。インスタライブこれからも来ます。ありがとうございます。じゃあ私もこれからもやります。電卓検定っていうのがあるんだ。頑張ってください。しょうこさんマイティ。シュークリーム美味しかったです。でもシュークリームあんま好きじゃなくて、実はふにゃふにゃだからサクサクが好きです。明日仕事です。応援してください。頑張ってくださいなすびさん。頑張れ。仕事頑張ってる同期とか見ると、あ、頑張ろうって思える。ネキティー、はい、ありがとうございます。明日大会です。もちろん応援してます。リップモンスターめっちゃ落ちないですよね。めっちゃいいと思う。でも全然売ってないからね。リップモンスター欲しい。ケイトのリップモンスター01番が欲しい。森脇健児か武井壮と陸上競技でコラボしてほしいです。何も私できないと思ったら潰されるフリーじゃなくてラバーの株式会社ラバーインターナショナル所属のヨガイントラです。 YouTuber のおすすめは美容系をよく見てて、メイク道具とか、あとはご飯系、韓国のモッパン見てます。 ASMR でなんだっけ、ご飯をくしゃくしゃカリカリ食べてる音聞きながら夜寝てます。社会人生活満喫してないかな。社会人ってすごいですよね。どうやってみんな生きてるんだろう。何頭身ですか。目標は9頭身。目標は美白の秘訣、いっぱい日焼け止めを塗ること。全然白くないけど、もう真夏でも長袖着てロンタイ履いて走ってました。暑い時でも。で、水分補給の時にはセット感で水分補給する前にアネッサの菌の日焼け止めずっとうわーってシャワーみたいに浴びてやってましたね。いつもストーリー楽しみにしてます。ありがとうございます。学生時代でどんな生活を送って文武両道してたのか詳しく教えてほしいです。日体大はあまり勉強しない学校なので部活をひたすら頑張ってました。そのインク送信本当ですか。いりますか。いらないからあげる。ファンクラブ作ってほしい。ぜひ皆さんで作ってください。できるかな、ね、ヨガ頑張りつつ。 YouTube は難しい。 YOSHIKI さんかっこよかったですか。どうなんだろう YouTube。 どうなんだろうね。ね、うん、好きな人はいるんじゃないかな。スピード私も欲しかったね。なんで彼氏作らないんですか。全然できないです。普通に彼氏できないし、友達がいれば私は幸せです。あと毎日皆さんがね、 DM とかコメントで励ましてくれるから私は十分それでやっていけてます。いつもありがとう。家事をする手を止めてミキティに見ちゃってます。ありがとうございます。モッパンしてほしい。え、したい。モッパンのインスタライブとか嫌ですか。皆さん苦手な方いらっしゃいますよね。え、ダメかな。モッパンしたい。何時までやろうかな。何時までやろうかな。もうそろそろ終わろうかな。キラで認知してほしいです。キラさんしました。なんかね、アイコンが特徴ある方だとよく覚えられます。あと自分、私をアイコンにしてくれる方はすぐ覚えます。とメンションしてくれる方、ストーリーとかに載せてくれたり投稿してくれる方とかはもうすぐ一発で覚えちゃいます。ミキティを会場で見たことがあるんですけど、ものすごく可愛いことです。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいな。付き合ってくれ。ありがとうございます。はじめまして。よく記録会でニッタ行ってました。じゃあきっと私いましたね。補助員ずっとしてたので20と付き合いたいです。うん、
ミキさんにお会いされたから受かることが確定しました。ありがとうございます。嬉しすぎて吐きます。嬉しすぎて吐く。ミキも吐く。ミキティがライブ始めたので勉強やめました。ごめんなさい。ごめんなさい。見なくていいよ。勉強して。ごめんなさい。やめようか。ハーフとかフルとかやらないんですか。どうやって走るんですかあれ。キロ何分でいいんだろうあれは。やった、コメント読まれた。読みます、いっぱい読みますよ。どうやってスタイル維持してるんですか。どうやって、何も維持できてないです。もう毎日過去最高体重を記録してて、アスリートの時の体型に戻さなきゃなって思って、走ろうかなって思って走ってない状況です。こんばんは。もうちょいで誕生日。お誕生日おめでとうございます。いつもありがとうございます。たこ焼き。ネックレス安いよ多分。どこだったか忘れちゃった。100円ください。みんな優しいな。ドライフラワー歌ってください。歌わない。ミキティにプレゼントを送るには所属事務所に来ればいいですか。事務所入ってないです。欲しい、プレゼント欲しい。欲しいな。どうしたらもらえるかな。実家に送る。どうしよう、欲しい。どうしたらいいんだろう。どうしたらいいんですか、教えてください。事務所入ってない人のプレゼントのもらい方教えてください。 TikTok ね、ごめんなさい、全然投稿できなくて。そろそろ終わろうかな。こんばんは。自分は大学で中距離を専門にしています。練習について聞きたいことがあるのですが、後で質問してもいいですか。ここでしてください。 DM だと そう質問返さないので、ここでお願いします。お願いします。ミキティのこと好きなんですけど、ミキティ俺のこと好きですか。もちろん大好き。大好きです。みんな大好き。あれ、さっきフリーじゃないとか言ってなかった。ああ、普通にただの会社員です、私は。会社に所属してるインストラクターやってるだけで、そんな所属事務所とかはないです。アマゾンで欲しいものリスト？どうやってやるんだろう？やったらくれますか？どうしたらいいんだろう？年齢2倍近いのにめっちゃ元気もらってます。ミキティこれからも頑張ってありがとうございます。やった。日体大に入りたいです。ぜひ。現役の時走るの嫌いになったことありますか。好きじゃなくなっちゃってたけど、嫌いになったことは一回もないです。知ってる時の自分がその時は一番好きで、嫌なこととかあっても走ってる時の自分が一番好きでしたね。今も超えられないなって思います。怖すぎて飲み物こぼして謝ってください。ごめんなさい。好きな男子の髪型、黒髪のセンター分けが好きです。黒髪じゃなくてもセンター分けが好きです。逆に好きな女性の髪型ありますか。ラバの本社に頼んでプレゼント受け取り係作ってもらう。そんなことできない。ね、たこ焼き。走りを仕事にするね。どうかな。ハーフアップか。なるほど。
そろそろ終わりにしようかな。長い時間皆さんありがとうございました。また来てください。ありがとう。またやろうかな。楽しかったです。ありがとうございました。こんばんリコピン。トマト大好き、トマト大好き、トマトください。またお願いします。皆さんいつもありがとうございました。見て肉食です、はい。お疲れ様です。明日日曜日か、はい、いい土曜日になりました。ありがとう。私も皆さんのおかげでいい土曜日になりました。ありがとうございます。またやるので見に来てください。